What do you say? This is handy one. And これって装飾用で。サイドボードの中に乗っけてコーヒーね。こういう感じに使います、日本で。You can put miniature on the shelf or on the table for decoration. And in front of that, you can put flower or some decoration or ornament. Like that.屏風っていうのは基本的に大きいんですよ。で、間仕切り見えないようにするのが屏風だったんですけど、今の時代ですから、いわゆるインテリアのデコレーションに使うためにこういう小さい屏風を作る。で、日本のうちもほとんど洋間になっちゃって和室がなくなったじゃないですか。そのために棚をちょっとペンション棚を置いて楽しむっていう、そういうデコレーション的なものを作ってみないと今は。そういうことですね。日本のこの屏風はちょっと待ってくださいね。今ちょっと説明をさせてください。ちょっと